せいろと、鍋屋外に並べられた、せいろせいろ、または、せいろは、竹焼きを編んで作られた、蒸し料理用の調理器具。蒸し器の一種で、円形の枠に竹焼きを編み込んだ、容器に当たる身と呼ばれる部分と、それに被せるように取り付けられた蓋の部分からなるものが、基本形。各せいろのように四角形の場合もある。沸騰した湯の入った鍋などの上に置き、内部に加熱された、 水蒸気を通すことで食材を加熱調理する。調理するものによって様々な大きさのものがある。さらに精炉は構造によって中華精炉と和精炉に分類される。中華精炉は竹で編まれた底と蓋が一体になっているのに対し、和精炉は底の部分が着脱可能なスノコになっているものが多い。その名が示す通り、通常中華精炉は中華料理。 和製炉は和食に用いられるが、基本的な構造や使用法は変わらないため、どちらをどちらに使っても支障はない。和製炉には四角いものも多い。調理時には中身が製炉に張り付くことを防ぐとともに取り出しを容易にするために蒸し布が用いられることもある。なお、中華料理店では、小籠包は中型のエビ餃子、シューマイなどの点心については、 小型の中華せいに入れたまま出されることが多い。そばせいに乗せられたそば切りそばを盛るためのせい型の容器をそばせいという。このようなせいに乗せたそばはせいそばと呼ばれている。本来は十割そばを蒸してそのまま出すのに用いられた蒸し器である。民の理事鎮が編纂した本像項目には薬剤としてせいが掲載されている。使い古したものから竹を取り外し、 放棄、草履及び蛇の抜け殻と共に焼いて灰を取り、白ナマズ風の塗り薬とするとの記載がある。衣装分類定義カード特許庁、理事鎮、本蔵項目、副基部。ありがとうございます。